皆さん、このネイル覚えてますか？ありがたいことにご好評いただいてましてね。同じ色味を使って、私が最近ハマってるシフォンドレープのようなマグデザインのネイルを作ってみたんですよ。これこれ。この模様の出し方ってもう何回かやってるんでね。まあ、面白いかなと思ってね。躊躇してたんですよ。コミュニティ投稿で史上最高の高評価をいただきましたんでね。やっぱりやらなあかんかなと思いましてね。3回目の撮り直しです。1円の金にもなれへんねんけどね。1円の金にも。なんか言うねん。このマグネット模様の出し方ってね、ほんと難しいんですよ。私も勉強中でね、マグネットっていうのはとても繊細でね、微妙な動きで全く違う模様に出たりするからね。今ね、やってんのはね、はい、ここポイント、今限りなく近づけましたよね。すると意外となだらかな S 字模様になりましたよね。ほんで広げてみると、なんとカーブが強く出るんですよ。意外でしょ？まあ私が言わんでもね、皆さん賢いからもう気づいてらっしゃると思うんですよ。しかしまだコツをつかめてない方もいらっしゃると思うので、これを基本にオリジナルなマグデザインを作っていただいたらいいかなと思いますよ。このデザインのマグネットを乗せる順番というのは私の好みですが、ゴールドを一番最初に乗せると最後まで生えてくれるんですね。マグ模様はカーブきつめにしたいので、そのように準備をしておりますよ。めっちゃ綺麗くないですかこれ。自分でもね、ほらほらするんですよ。次ブルーです。少しずつずらしていきますよ。廃棄する100均ジェルのキャップの筆で塗ってます。こうするといつも使ってる筆にラメラメが混ざらなくていいでしょ。私はピンクを目立たせたいので最後の方に持ってきましたよ。ほんでこれクイッとちょっと動かしてます。するとマグネットが勝手に出してくれる素敵なニュアンス模様になりましたよね。ほんでこの一見汚らしいカビみたいな緑とネズミ色のパウダーを最後に薄くね塗ってください。いいニュアンス感が出ますから。マグネット一つ外しましたよ。見てください、これめっちゃ綺麗じゃないですか。どうですか、コツはつかめましたか？専用マグネットでは絶対に出せないこの複雑で美しいマグネットデザインを、ぜひあなたのセルフネイルで自慢してはいかがですか。しかも100均ならではでできるっていうのが魅力的じゃないですか。さて、またこの3色を使って同じようなネイルをするんですけども、3色合わさるとね綺麗なんですけどね、私の頭を悩ますこの色見てください。まさに鉄サビのような濁りのある嫌な茶色だと思いませんか？光ってるところは綺麗なんですよ。だいぶ進化しましたけどね。シルバーぐらいじゃないですか？透明なの。真っ黒か茶色かどっちかやもんね。一層塗りやったら何の問題もないんやけど、私のように重ねたがりは困ってますよ。この鉄サビのような汚い色をカバーするのはこれちゃうかなと思いましてね。手前のやつがさっき作ったやつで、違いわかります？わかるやろね。ちょっとね、やっぱ色がね、濃くなってしまったなって、ほら、この綺麗なカーキグリーンと違うでしょ？なんかクソ長くて喋ることあれになってきた。これさっきと同じことやってるしね。これ今3倍速にしてますよ。あ、しんど、ほんまに。しょうもない。これもうね、クソ長いし、もうしょうもないから、もう離脱してくれたらええよ。もうこうやって見えなかった。あ、これ。これね、わかります？こう重なってるとこが茶色いね、言うてんね。まあどうでもええわけどね。もうそろそろええ加減にしとくわ。4分過ぎたしね。長い動画撮ってるやつの気がしれんわ、ほんま。しょうもない動画。ほんで、この間コメントしてきたお前、返信して、固定したろかな思っとってんけど、スパム報告しとったら消えてしもてん。お前に言うとくわ。お前は見に来るな。皆さん、どうでしたか？クソ長い動画にお付き合いしていただいて、どうもありがとうございました。最後まで見てる人いてないと思うけどね。そこのお兄さんも、お姉さんも、お気に、ほなさいなら。